組をスタートしておりますが、まずはじめに石原博隆代議士より国政報告をさせていただきたいと思います。石原代議士、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、衆議院議員の石原博隆でございます。6月16日にですね、通常国会も終了いたしました。今私はですね、衆議院の環境委員長を務めておりますけれども、環境委員会はですね、2050年のカーボンニュートラルを法律で明記したですね、地球温暖化対策法の改正法案もですね、成立をさせていただきました。この地球温暖化対策法の改正法案の中ではですね、地方自治体が、この再生エネルギーを進めていくにあたってですね、その指定地域を指定していただいて、それをですね、全面的に環境省が応援をしていく、そんな枠組みも作らせていただいたわけでありますが、実は東京都はですね、小池知事がいち早く、この2050年のカーボンニュートラル、この宣言をですね、していただきました。これからですね、東京、なかなか2戸が当たる家とかが少ないかもしれませんが、東京の施設とかですね、住宅、そういうものにですね、そういうものに、この太陽光パネルをつけていただくことに対してですね、コロナなんかも行って、ゼロエミッションといいますけども、ゼロエミッションハウスとかですね、ゼロエミッションビルディング、こういうものをですね、大田区や東京の施設でも広げていっていただきたいというふうに考えております。その中心になって、まさに環境に優しい、そういうですね、社会を引っ張っていくのが、都議会議員の鈴木昭弘さんであります。ぜひとも皆さんの力でですね、もう一度都政に送っていただいて、共にですね、この地球温暖化、2050年のカーボンニュートラルをですね、目指してまいりたいというふうに考えているところであります。目前の一番の課題はやはりコロナ対策であります。なかなかですね、コロナ対策について、この政府に対してご批判が多いわけでありますけれども、私の方でもですね、長地区、大田区の長地区だけでありますが、この政策について先週の土日にですね、新聞折り込みをさせていただきました。ちょっとお話をさせていただくと、一番コロナ対策でですね、ご批判があるのは、この病院にですね、コロナ病床が少なすぎる、こういうですね、ご批判が一番多く寄せられております。しかし実は、鈴木昭弘都議もですね、小池知事にですね、提言をしていただいて、去年の5月の1日東京都では実はコロナ病床ですね、3300病床になりました。しかしこの1年間で、鈴木昭弘都議はですね、去年まで、去年の6月までですね、都議会の幹事長でありましたけれども、小池知事もですね、提言をしていただいて、今年の5月の26日には、5594床、2300床近くですね、この1年間でコロナ病床をですね、拡大をしてまいりました。それでも実は1月の20日あたり、一番ですね、東京ではコロナの感染者が多くてですね、自宅待機の人が9000人を超える、また施設にですね、ホテルなんかに入る方が800人を超える、そういう状況がありましたけれども、鈴木昭弘都議がですね、小池知事にもしっかりと病床確保しなければいけないということを訴えていただいて、去年の5月の1日、3300病床であったコロナ病床がですね、5594床まで拡大をしてきているところであります。そしてさらには、よくPCR 検査という話がありますけれども、去年のですね、5月ぐらいにはですね、1日の PCR 検査というのは全国で1万件ぐらいでした。東京でもですね、数百件しかですね、PCR 検査ができない状況でしたけれども、実は今年の5月には全国で20万件、さらにはですね、鈴木昭弘都議が、やはりこのこともしっかりと小池知事に、提言をして、東京では7万件以上、1日 PCR 検査が可能になりました。ある方はですね、ただで PCR 検査を受けさせてくれということを言われておりますけれども、今、お金さえ払えばですね、自由に PCR 検査は受けられるようになりました。ただ、PCR 検査はやはり1回にですね、2万円から3万円、経費がかかってしまいますので、なかなかですね、これを本当に広げていくのがいいのかどうか迷うところであります。今、政府としては、
抗原検査というですね、もう少し数千円でできるこのキットをですね、大学や若い人が飲みに行く新宿等でですね、配って検査をしてもらっておりますけども、この抗原検査、コストの面でもですね、こういうことを使った方がもしかすると費用対効果はあるじゃないか、また疫学的なですね、PCR 検査というものにですね、集中していく、これが私は適切なんではないかというふうに思います。いよいよですね、今日で緊急事態宣言は終了して、まん延防止措置の方に移ってまいります。お酒の提供もですね、やっと2人まで、19時までですね、提供、そして、90分というルールで、お酒の提供も認めるようになるわけでありますけれども、また悪化すればですね、見直しをしますが、国としてはですね、こういうふうに感染防止にご協力をいただいている、飲食店に対してですね、3万円から10万円1日、個人のお店にはですね、お支払いをさせていただくことになりました。また大企業についてはですね、1日20万円、売上の規模によってですね、支援をさせていただくことになりました。しかし実はさらにそこにですね、これから鈴木昭雄先生からお話があるかもしれませんが、東京都がちゃんと上乗せもですね、していただいて、感染防止にご協力をいただいている飲食店への支援もしていただいていることがあります。さらには飲食店だけではなくてですね、飲食店にお酒を提供するお店、主販業者というふうに言われておりますけども、こういう方々、もしくはおしぼりやこの素材をですね、納めてらっしゃる方々に対してですね、国としては、この個人の商店には1月10万円、法人には20万円というふうになっていますけども、実はこれに対してもですね、鈴木昭雄先生が小池知事に提言をして、さらに上乗せもですね、していただいています。その上乗せのことはこれから鈴木先生に話していただきたいと思うんですけども、このコロナ禍ですね、感染防止を進めるために苦労をされている中小企業の皆様、国も支援を行っていますが、さらにそれにプラスアルファ、しっかりとですね、支援を行っていただいているのが東京都であり、そのことを進めているのが鈴木昭雄都議であります。どうか皆さん、いよいよ今度の金曜日からですね、東京都議会議員選挙がスタートしますけども、絶対にこの大田区にとって必要な都議会議員が自民党の鈴木昭雄先生であります。どうか皆さん、これから選挙戦始まってまいりますけども、大きなマイクお探ししますが、この大田区のために絶対に必要な人間が鈴木昭雄都議であるということをぜひご理解をいただいて、応援をいただきますよう、私衆議院議員石原裕太からお願いを申し上げます。最後になりますけども、都議選いよいよ金曜日からスタートいたします。7月4日が投票日です。期日前投票もですね、お近くの出張所で行うことができますので、どうか鈴木昭雄さんを応援いただきますよう、心からお願いを申し上げまして、私衆議院議員石原裕太のご訴えとしております。ご清聴ありがとうございました。石原代議士ありがとうございました。こちらは自由民主党の候補者でございます。本日は政策のお訴えに、この蒲田駅西口にお邪魔をいたしております。それでは東京都議会議員、そして全自由民主党東京都議会の幹事長でございました鈴木昭雄さんよりお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介賜りました都議会議員の鈴木昭雄でございます。本日はこの日曜日の静かな大変ひとときに、ここの蒲田西口駅等をお借りいたしまして、街頭演説会をさせていただいておりますことに、心から皆様には本当に感謝御礼申し上げる次第でございます。また西口の中でこの献血の今取り組みもされているわけでございますが、先ほどのご挨拶にもありました、今献血も大変不足している状況において、私も年3回献血をさせていただき、自らの健康チェックにこの利用させていただいている中で、ぜひ今コロナ禍という中で皆さんの健康が何よりも大切であり、
私たちの健康をチェックするためにも献血にご協力をいただければというふうに私からもお願いを申し上げる次第でございます。本日は私6月25日から始まりますこの東京都議会議員選挙、この私の活動に大変お忙しい中、石原宏隆代議士も駆けつけていただき、そして地元のこの区議会、自民党の区議会議員の先生方、深川幹弘区議会議員、押尻竜太区議会議員、海老沢圭介区議会議員、高山雄一区議会議員が駆けつけていただき、この支えていただいております。そして何よりも日曜日という貴重な時間を割いて、私のためにこのブルーの T シャツを着てこの街頭活動に参加していただいている皆様にも心から感謝を申し上げる次第でございます。私はこの都議会議員選挙において皆様に3つのことをご訴えをさせていただいております。一つは言うまでもなく、この長引くコロナ禍を早く収束させるその取り組みでございます。先ほど石原宏隆代議士より、この東京の新型コロナウイルス感染の当初、私は都議会自民党の幹事長として小池知事と対応に当たらせていただきました。このウイルスとの共存の歴史は人類の歴史でもあったわけでございますが、この危機管理がなされていない状況において、医療提供体制の逼迫という都民の皆様のセーフティーネットにおいて多大なる心配をおかけしました。私は小池知事に対し、この長引くコロナ禍の中でこの東京都の対策をしっかりと検証し、この浮き彫りとなった東京の課題に迅速に対応していくことが知事の責任であり、私たちもしっかりとそのことを後押しをさせていただきたいという話をさせていただいております。そしてこの私たちの健康推進の拠点でなくてはならなかったこの保健所も、この担い手が大変不足してしまい、この感染状況を把握するということに遅れてしまい、この皆様方に対して正しい情報発信ができず、私たちも大変その困難に直面をしてしまった面がございます。こうした課題、そして一日も早くそうした課題に対してしっかりと対応していくのが私たち都議会自民党の責任であるというような思いで、これからも取り組んでいきたいというふうに思います。本日6月2日20日は緊急事態宣言が解除される、本日をもって解除されるわけでございますが、今の東京の感染状況は変異株というその新しいこの変異したこのウイルスにこの置き換わっている関係で、この改善が下げ止まりをしている、そうした状況が見られます。そうした状況において、明日よりまん延防止等重点措置の対象として、この東京の皆様に今しばらくご不自由をおかけし、大変心苦しく感じるわけでございますが、皆様のご協力のおかげさまで東京の感染状況は少しずつではありますが、この300人台と3月初旬の今段階になってきております。私たちがセーフティーネットである医療提供体制をしっかりと確保し、この感染拡大を抑えて、そして何よりも一日も早くワクチンの接種を迅速に取り組んでいくことが収束へのしっかり切り札であり、大切な道のりであるというふうに思います。国においては1日100万件のワクチンの接種を今目標に取り組んでおり、昨日までに 90% この実現できたという報告をいただきました。そして大田区、人口74万人でご高齢の皆様が17万4000人と、23区の中では大田区は2番目に多いわけでございますが、そうしたご高齢の皆様がこのワクチン接種に不安を持たれている、そうした皆様の不安に寄り添い、安心安全にこのワクチンの接種を実施していくことが大切だという思いの中で、少しこの大田区のワクチン接種はこの遅れているという指摘も受けてしまいましたが、今区議会の先生方、そして松原区長、しっかりと連携をして、このお近くの日本工学院さんのご協力をいただく中で、大規模接種会場を4つ設置させていただき、ワクチンの接種、今月の末、12月の頭には12歳以上の方々に予約券が届くというふうに報告をいただいております。こうした取り組みをしっかりと進め、今年の年末は大切な方々と
クリスマスやそして年越しを一緒にこの迎えられるような日常を私鈴木明宏皆様に必ず実現できるように取り組んでいきたいというふうに思います。そして私はこの2つ目の訴えとしてこの長引くコロナ禍において多くの都民の方々が今困難に直面をしております。特にこの感染防止にご協力をいただいておりますこの飲食店を中心とした事業者の皆様には協力をしても協力金が届くのが3ヶ月も4ヶ月も後になってしまえば倒産してから協力金をいただいてもしょうがないという声も多くいただいているわけでございます。私は小池知事に対し知事の責任を持って要請をしている以上一日も早く協力金を支給するのが知事の責任ではないかという話を先日の委員会でもさせていただきました。大切なのは皆様に信頼のいただける都政にしていくためにはこの東京都の責任で休業要請、時短要請をお願いしている以上はその協力金をしっかりとお支払いできるようにしていくことが私たちの責任であるという思いでこれからもそうした飲食店の皆様に寄り添いしっかりと実行していきたいというふうに思います。そしてまた多くの都民の方々もこの今長引くコロナ禍においてさまざま困窮に直面をしております。特にお一人で子育てをされている方々においてはこの雇い止めやそして解雇といった状況において今大変厳しい状況にあるというふうにも伺っております。私たちはそうした方々に緊急小口資金というそうした特例を設けさせていただきこの最大20万円そして1年間支払い猶予の制度を国にお願いをし作らせていただきました。しかし1年間この支払い猶予が過ぎてしまった今においてしっかりとその対応するために先日石原代議士も国会の中で本当に後押しをしていただきこの30万円の最大30万円のそうした助成にもつながってまいりました。今このコロナ禍において多くの皆様が困難に直面をしているそうした皆様をしっかりと支えて皆さんと一緒にこの困難を乗り越えていくことが私は大切だというふうに思います。この新型コロナウイルスの感染拡大防止は一人ではままなりません。多くの皆様のご理解とご協力の中でこの感染拡大を防止していくことが私たちが安心して生活が送れる日常を取り戻していくことになるという思いでこれからも皆様にご理解のいただけるそうした対策になるようエビデンスにのっとりしっかりと皆様にメリハリのある対策を情報発信できるように取り組んでいきたいというふうに思います。そして私は3つ目に今大切なのはこの収束後の東京を前に進めていく取り組みを今行っていくことが私たちのこれからの未来を開いていくことにつながっていくというふうに思っております。先ほどコロナ禍において浮き彫りとなったこの東京の課題解決のために迅速に取り組んでいくことが必要であるという話をさせていただきました。今この世界において OECD という先進国においてこの東京、日本のデジタル化は大変遅れております。昨年10万円の給付金が皆様のお手元に届いたのは3ヶ月も4ヶ月も後になってしまいました。そうした行政の非効率的な状況を変えていくことがまずこの大切だというふうに私は思い東京都においては4月からこのデジタル局という都庁全体をまたぐ局を作らせていただき東京都の効率化に今努めさせていただいております。そしてこの区市町村そして国と連携をして社会の構造を変えていけるようにこれからも取り組んでいきたいというふうに思います。そして今この大田区においてはこの製造業ものづくりの技術力というのがこの日本を支えているというふうに言われている中で今大きく社会構造が変わっているそうした状況にしっかりと中小企業の皆様がマッチできるような後押しをしていくことも私たちの仕事だというふうに思います。松原忠義区長さんがこの大田区のものづくりの技術力が世界を支えているという話をよくされます。このスペースシャトルのこの金型そして新幹線のこの金型もそしてまた
携帯電話の部品も東京、そして大田区の中小企業の皆様の技術力に支えられているというふうに言われております。そうした中小企業の皆様が新たな社会構造の変革にしっかりと適応できるように後押しをしていくことが私たちの使命であり、今大田区議会の先生方と連携をして後押しをしていきたいというふうに思います。そしてもう一つ、今日本全体が、そして社会全体がこのグリーン社会実現のために動かれております。先ほど石原弘隆代議士がこの 東京のそしてこの国のこのゼロエミッションの取り組みへの話をされておりました。今この東京においてこの投資先が減ってきている、そしてまた技術面ではなくこの需要の面でこの東京のグリーン社会実現に向けて取り組んでいくことが必要だと言われております。東京においては2030年までにこの2000年においてこの CO2 削減 50% を実現をするという今取り組みをさせていただいておりますが、そのためには再生可能エネルギーを 50% にしていかなくてはなりません。今この東京の再生可能エネルギーはまだ 17% ということで、残りの9年間でそれが実現できるかどうかというのがまさにこの国のこのノーカーボンに取り組むカーボンニュートラルの取り組みを後押ししていく大事な取り組みだというふうに私たちは思っております。東京の首都、日本の首都東京がグリーン社会実現に向けてしっかりと実績を残し行動していくことがこの国のグリーン社会の本当に実現に近づいていくことであるという思いで、これからも私たち都議会自民党がしっかりとこの都政を前に進めていく必要があるというふうに感じております。この活動において自民党一体何やってるんだという多くの声も私は伺っております。さまざまな声がある中で私たち自民党も襟を正し、そして私たちが声を上げて自民党を変えていくことも必要だというふうに思います。私たちは地域の皆様の声をしっかりと受け止めて、そして地域から世の中を変えていくことが私たち自民党の真の使命だというふうに思って、私も都議会議員として仕事をさせていただいております。石原弘隆代議士が先頭に立って、そうした若い人たち、そして地元の皆様の声をしっかりと受け止めながら国会でしっかりと物を言っていただき、そして私たちは地域の区議会議員の先生方と一緒になり、地元の皆様の声をしっかりと受け止めて日本の首都東京からこの日本を変えていけるように私は取り組んでいきたいというふうに思います。私は新型コロナウイルスの収束がゴールではなく、新型コロナウイルスの収束を通して新しい公共を開いていくことが私たち都議会自民党の責任だという思いで、これからも全力で取り組んでいきたいというふうに思います。私は皆様にお約束したことを必ず実現してまいります。私は今この東京のポストコロナの取り組みの軸になるのは SDGs と言われている持続可能な開発目標の実現に取り組んでいくことが何よりも必要であり、そして誰一人取り残さない東京にしていくことが必要だというふうに思っております。私はかつて国連のボランティアとしてアフリカのスーダンで仕事をさせていただきました。政治が乱れると何の罪もない子どもたち、そして立場の弱い女性やお年寄りが大変な困難に直面し命を落としていく現場を目の当たりにいたしました。政治は生活そのものであるからこそ、そこに生活をされている方々の声をしっかりと受け止めていく政治にしていくことが大切だという思いで今都議会議員として仕事をさせていただいております。これからもそうしたスタンス、皆様のところに足を運び、そして皆様と同じ目線でこの東京をしっかりと肌で感じ、皆様と共にこの東京がどこよりも住みやすい東京になるようにしっかりと取り組んでいくことをお約束申し上げる次第でございます。最後になりますが、本日本当に駅頭でブルーの T シャツを着ていただいて休みを返上して支えていただいている皆様に改めて心から感謝を申し上げます。私は皆様と共にこれからも皆様の声を持って東京を変えていく、そして必ず皆様にお約束したことを実
現していくことをお誓い申し上げまして、鈴木昭弘のご訴えに関させていただきます。6月25日今度の金曜日より、この大田区においても都議会議員選挙が行われます。私は皆様にお誓いしたことを必ず果たすために、今回の選挙負けるわけにはいきません。そして私がこの皆様と一緒になり、この大田区から東京を変えていく、その先生としてこれからも取り組ませていただきたいということを、ぜひ皆様にご理解をいただきたいというふうに思います。鈴木昭弘を使ってください。そして皆様の声を持って大田区、東京から日本を変えていく、その中心に私を働かせてください。どうぞよろしくお願いを申し上げまして、私鈴木昭弘よりのご訴えに返させていただきます。静かなひととき、大変大きなマイクでお騒がせをして恐縮です。鈴木昭弘、これからも全力で取り組んでいくことを誓い申し上げまして、私のご訴えを示させていただきます。ご清聴ありがとうございました。本日この場をお借りいたしました、自由民主党の街頭演説会、東京都議会議員の鈴木昭弘さん、そして衆議院議員石原宏隆代議士、そして地元の太田区議会議員押見雄太区議会議員、海老沢圭介区議会議員、高山雄一区議会議員、そして私深川幹博、4名で皆様方への政策をお伝えさせていただきました。しっかりとこれから自由民主党は一丸となって、大田区、東京都、国が一歩一歩と進んでいける皆さんの安心安全のためにお働きすることをお誓いを申し上げまして、本日の演説会を終了させていただきたいと思います。長時間にわたりましてご迷惑をおかけした国民の皆様、大変恐縮でございます。ありがとうございました。